相鉄東急直通線ダイヤ崩壊時の対応がまずいです。つい最近東横線でトラブルがあり、運行方式を変更する事例がありました。この際にやり方が非常に問題のある方法になってました。今回は相鉄東急直通線の今後の緊急対応の課題点についてお話ししていきましょう。この動画ではまず、2023年3月26日に起きた遅延対応の状況について紹介します。そして、この遅延発生時に露見した課題について紹介していきましょう。また、今後、似たような感じで直通運転を中止する場合、今後はどうすべきかについても考えましたので、皆さんに紹介していきましょう。それではまず、相鉄東急直通線に起こった遅延の経緯と概略について紹介していきます。まず問題が発生したのは早朝だったりします。早朝ってそんなになんかトラブルって起きにくいイメージがあるかもしれませんが、今回はいわゆる信号トラブルが発生しました。日吉駅に設置されているポイントが故障したって話だそうです。4時半とかそのくらいにも分かっちゃったそうで、要は電車が走る前とか、多分東横線一番列車が出るか出ないかくらいの時間帯で分かっちゃったですよ。だから結果としてこういうトラブルがあったので、相鉄線と東横線は直通運転を中止しました。ちなみになんと終日直通運転を取りやめたそうです。なお目黒線については従来通り直通運転を実施する感じで運転されました。ただ目黒線についても実際は発着番線の変更とか結構めんどくさいことになっており、全く一緒ってわけでもないですよね。それでは、打ち切った東横線、具体的に新横浜線に入る運用ですが、これはどうだったでしょうか。答えとしては、分断をしたですよね。まず東横線内は、武蔵小杉で運転をやめます。相鉄東急直通線便は全部、武蔵小杉行きもしくは武蔵小杉を始発とする電車が、一日中見れました。武蔵小杉行き、武蔵小杉の、始発の電車って結構東横線では珍しく、主にラッシュの時間帯とかを中心に、車庫に入ったり出てく電車が担当されますから、車庫に入ったり出たりしないような昼間の時間帯で、こういう電車がバンバン走るのは、なかなか珍しい光景と言えます。新横浜とかそこら辺まで走ればいいじゃんっていう意見もあるかもしれませんが、ちょっとこれは難しいんですよ。先ほど日吉駅でポイントが故障したって紹介しましたが、このせいで、そもそも、東横線から東急新横浜線に行けません。東横線から新横浜線の分岐線は日吉駅から津田島側にあるんですが、あそこが故障したので残念ながら直通運転物理的に困難になりました。目黒線の方のポイントについては故障がなかったので仕方なく東横線の直通電車は打ち切るしかなかったって感じですね。ただこれを聞くともう一個こういう意見もあるかもしれません。菊名駅まで走ってもいいじゃんっていう話ですね。東横線には昔菊名駅の電車が昼間を中心にいっぱい見られました。相鉄直通買いともらってこの電車の多くが菊名駅から新横浜ホームに変更されたことから菊名駅に戻せばいいじゃんっていう話があるんですよ。ただこれについても意外かもしれませんが結構現行ダイヤでは非常に厳しい結果になりました。というのも昼間のダイヤパターンであれば後続を特急に追いつかれてダメです。東横線ダイヤは、いわゆる急行電車が、特急のすぐ目の前を走行する感じになってますね。日吉駅を発車したらそのすぐ後に、東横線特急が迫ってきます。基本ダイヤでは、普通にもう新横浜線に入って、特急はギリギリ影響を受けませんが、これを本線系統の菊名駅に変更した場合、後続の特急は、容赦なく遅延するでしょう。菊名駅は元から各駅停車で残ってましたが、急行にあったことによって、時間帯も若干変わっており、日吉川崎東横線内から消えるってことを活かして、こういうダイヤに変更されました。だから菊名駅延長するってのは、まあ、緊急時はしょうがないかもしれませんが、普通、特にこんな感じで一日中運休とかそういう場合には、難しいことになっています。せいぜい、いきなり人身事故とかで、新横浜線を走行することができないから、緊急で、行き先を聞くなり変更するとか、そういうパターンぐらいでしょうか。日吉駅停車中にそういうのが分かって、
行き先変更するって際に、高速を特急が2、3分遅れるのを承知の上、菊名まで引き上げてそっから折り返線に上げて、とか思ったですが無理ですね。そもそもの話、菊名駅の折り返し線は、八王平成までしか入線できません。おしゃべりしてて思い出しましたが、結構大事なこの情報を抜けてました。大変申し訳ございません。そもそもの八王平成じゃないため、東横線から新横浜線の電車は原則全部10両編成です。このことからそもそも菊名駅で折り返すということができませんでした。まあ一応日吉寄りのクロスポイントを使って渡ることはできるかもしれませんが、あれは本当に緊急事用ですね。菊名駅から横浜方面にこのポイントを使って渡ることは滅多にないため、さっきも紹介したいきなりダイヤが狂いすぎて行き先を急遽変更するとかそういう特殊な場合の時、原則こういうことはできないかなって感じです。しかもこれをやった場合、後続の特急が5分単位で遅延することが確実なんで、結構影響は大きいでしょう。このように結構いわゆる新横浜方面の便が運休になったことですごい大変な処置になりましたが、実はこれによってすごいでかい問題があったですよね。極端な本数不足、これが露呈しちゃいました。具体的にどんな感じで本数がやばかったでしょうか。なんと、相鉄直通線の電車が実質1時間2本しかないっていうやばい状態になったエリアってのが存在します。本来東横線直通するはずの相鉄線の電車はみんな新横浜駅で折り返すことになりましたが、この折り返し便が結構問題でした。折り返し便そのものは新横浜から湘南台間で運転されている感じでしたね。一応本線系統の電車についても同様に、東横線直通については全部新横浜駅に再編されたって話を聞きます。こういうダイヤを組むのはまあ異常時なのであり得る話ですが、一方ここで問題が起きました。なんと実質30分に1本になるケースが多かったですよね。例えばですが、昼間の時間帯のダイヤで新横浜駅の本来東横線直通するはずの電車に乗った場合、終点新横浜で東横線に行こうと思ったら、次はどういう電車が来るかっていうと、なんと東急目黒線直通する相鉄方面からの電車です。要するに相鉄直通線の電車が結局1本前の新横浜駅と同じ東横線内先着の電車なんですよね。目黒線から相鉄線に直通する電車は昼間の時間帯は30分に1本設定されています。つまり30分に1本しか実質東横線や目黒線といった東急線と相鉄線をまたぐ電車が設定されてません。新横浜駅へピンポイントに行く方も一定数いため、こういう仕様については結構この新横浜止まりの効果はありますが、一方新横浜で東急線方面まで直通していく場合は実質30分に1本って感じですごい不便なんですよ。幸いにも反対側、いわゆる東横線や目黒線乗ってから相鉄線に行く場合は一応接続は機能してました。いわゆる新横浜止まりの急行電車があるんですが、こちらに乗ると一応この当駅始発の電車に乗り換えてきます。もともと新横浜線は南北線方面から来る急行電車が新横浜で折り返したいになってますが、こちらと東横線直通するはずの始発が連絡をすることによって、一応いわゆる渋谷方面からについては毎時4本は使える感じになってました。これは唯一の救いですね。そして今回結構びっくりなのが、東横線公式に設定していた臨時増発をやめたことです。なんとイベントに合わせて東急新横浜線は増発をすることになってました。ですが残念ながらこれが終日取りやめになり、本来設定されているだけの電車が走ってました。一応臨時増発について軽く紹介すると、日吉駅止まりで運転されている昼間の目黒線電車を終点日吉到着後に改装として新横浜で営業運転なしで運転します。そしてこの電車を新横浜始発の電車として、一応新津田島日吉という順止まり、そっから先は従来の運転通り走っていくっていうダイヤになってますね。目黒線直通系統で多分8両編成か6両編成ですが、この電車が一応毎時2本程度直通によって運転価格が15分最大で開く問題を解消してました。この臨時便の電車によって運転価格はせいぜい9分くらいって感じなんで、
以前か当チャンネルでも紹介しましたが、やっぱり新横浜線のダイヤは結構余力があるっていう印象でしたね。しかしながらそんな臨時の増発便は東横線のトラブルによって取り消しになりました。しかも東横線は減便されたことによって混雑が一部電車にすごい集中したって印象を受けましたね。というのもさっき紹介したように東横線の本来直通するはずの電車が新横浜止まりになって、これを後続に目黒線に行く電車がやってきて、しかもその間接続ないからこの目黒線に行く電車にすごい客が集まったんですよね。新横浜駅は当然イベントもあるため、こういった客も重なりすごい電車が混んでるっていうことがありました。いわゆる新横浜線も鉄オタラッシュによる開業当日ムードはもう終わってるはずでしたが、鉄オタの人数は非常に少なく、それでもなおホームに物理的に人が増えすぎてものすごい混んでる状態がありましたね。一部の電車も座れない状況が昼間などに続いていました。なかなかこれはカオスとも言えます。それではどうしてこんな感じで臨時便も取りやめになったでしょうか。もしも設定されていればもうちょっと東横線の本来直通予定の新横浜止まりとの接続も改善されるはずですし、どうしてこんなことになったでしょうか。続いてはこの経緯についてより詳しく分析していきます。おそらくですが折り返し際の変則対応が混乱につながった可能性結構ありますね。東横線のポイント故障当日、新横浜駅では双方向の折り返し電車が大量に発車してました。一応新横浜始発の電車は若干定期でも設定されてますが、本数が極端に多くない時間帯を中心に設定されています。そのためこういった昼間のダイヤでバンバン新横浜始発がいっぱい出てくるのは珍しいですよね。そしてこの際すごい変なダイヤを組んだんですよ。直通線が中線を走り、一方折り返し電車は外側に線を使うっていう方式ですね。なお相鉄線と目黒線をまたぐ電車については全部中線、上り下りともに走るため、新横浜駅構内は結構単線状態実質なってるって意見もありましたね。従来は中線が当駅始発の電車が使用し、一方外側2線が基本的には相鉄東急直通線、東横線、目黒線系統に入る電車がここを使う感じですね。ほとんどの電車が多分こういうパターンで運転されたため、今回のような運転は極めて珍しいです。ただ今回はどうしても東横線の直通電車の走行範囲に制約があったんですよ。新横浜で電車を折り返す必要があったんですよね。一方で目黒方面でも折り返す必要がありました。この結果、折り返し線を2つ使うことになり、真ん中1線しか電車が直通線向けには通せない感じでしたね。要はこんな感じで折り返すスペースが本来よりも少なく、また長時間どうやら東横線系統については使っていたって話もきます。折り返すまでなんか20分30分くらい同じホームを占拠したっていう感じの話もあり、実質2線しか使えない状況もあったそうですね。これでは当駅始発の臨時便を設定することもままなりません。だからこそこんな感じでしょうがないけど臨時便は中止って扱いになった可能性高そうです。新横浜止まりから新横浜始発に連絡をする際も結構不便で、対向ホームまで移動する必要があったですよね。目黒線方面の電車と相鉄線方面の電車は当駅始発について別々のホームに停車しました。この結果ホームを移動して一旦階段等を上がってまた下がるっていうめんどくさいことがあったですよ。これも結構やっぱり利用者目線では不便だなーって感じました。それでは今回発生したこのトラブルの混乱の対応法についてちょっと個人的に考えたので紹介していきましょう。見た感じ一番効果がありそうなのはやっぱり目黒線系統電車を全て相鉄直通に対応させることですね。これによって今回のトラブル発生時も極端に相鉄方面と東急方面の直通便が減ることなく、適切に接続等もできるようになると思います。例えばですが新横浜駅を泉の線直通に変更するっていう方法がありますね。両数は本来の14編成から84編成と若干減っちゃいますが、緊急時なんでこれはしょうがないと思います。さっき紹介したように新横浜止まりを新横浜始発に連絡できることを生かし、湘南台方面についてはこういった対応ができますね。逆に湘南台の方から目黒方面についてはちょっと工夫が必要かもしれません。所定ダイヤで走行した場合、
新横浜到着地点で若干遅れちゃうですよ。まあそういうことはあって時間の調整等は必要かもしれません。やっぱり湘南台方面までの運用を肩代わりするとちょっとダイヤがおかしなことになりやすいため西屋まで行くっていう方法もありです。西屋の方法あったらさっき紹介した目黒方面に行く際新横浜到着時刻が変になっちゃう問題は解消できます。西屋行き電車として運転すると終点西屋到着後に留置線があるんですよね。ここで折り返し運転できます。さらに西屋駅では本線系統から電車に乗り換えできます。このためここまで一応走れば最低限相鉄と東急のアクセスはキープできるわけですね。おまけに西屋駅っていうのは折り返し線があってここは本線といった営業線路と結構独立してます。さっき紹介した新横浜に比べてもいわゆる本線とかを塞ぐ問題も減るため緊急時の特殊ダイヤを組む際にも西屋駅をベースにすることは結構ありと感じました。本線系統と連絡ができるためいわゆる湘南台駅を西屋から新横浜方面については運休し西屋から横浜方面臨時振り分けるのはありだと思います。逆に横浜方面から西屋まで臨時走りそこからは東横線のダイヤに乗って運転するっていうパターンはありですね。担当は基本的に本線系統か東横線の電車を使うっていうのがあります。東横線も一応横浜の方まで相鉄仙台走行できますし定期ダイヤも持ってますのでこういう対応は普通にできると思います。一応西屋駅まで延長するだけでもこのような感じで本線系統接続は取れるためさっき紹介した30分に1本しか来ない状態っていうのは解消できます。やはり2面3線で無理やり東急方面相鉄方面の両方向の折り返しを処理ししかもすごい複雑な感じで対応したので今回のような極端な本数の減少につながったのかなって感じました。やっぱりこの新横浜行きの緊急折り返し対応もうちょっと課題があって今後やはり似たような問題がさすがに今回みたいに1日上起きるとは限りませんがただやっぱり1時間2時間はあり得る話です。何らかの形でぐもったりしたらこうなっちゃいますからね。あとは架線に支障物がつくとかそういった感じでもあり得る話です。やはり今後の危機管理対策としてもうちょっとこの周りは考えた方がいいかもしれないなぁと感じました。特に平日の場合本数も多く新横浜で双方向に折り返すっていうダイヤが通用するとは限りません。平日の通勤時間帯にこういうことをやったら多分一部の本数を間引くとかそういう変なこともありそうで個人的に不安ですね。まあ実際の問題相鉄直通するには結構改造も大変ですし実際 JR 方式の保安装置と無線装置必須ですからちょっとやっぱりこの対応には時間かかるでしょう。ただ将来的には少なくとも目黒線系統についてはこういう対応した方がいいかもしれないなぁと感じました。やはり直通拡大によって結構利便性は増したですが一方緊急時の車両の対応はちょっと悪いと感じましたね。さすがに相鉄線から東急線に行く電車が30分に1本しか実質ないダイヤってのはちょっと問題あると感じました。こうなったのもやっぱり相鉄に入れるのが東急と相鉄のごく一部の形式って感じで限定されすぎてため運用面でもやっぱり新横浜から西屋の方まで臨時延長するとかそういった柔軟な対応もやりづらく結果として折り返すのが大変って感じでした。いきなり全形式対応ってのもやっぱり難しいですがただ将来的には徐々にそういった目黒線の電車も順次メトロとか都営とかそういった会社の電車も直通対応することによって今回のようなトラブルに関する対応力も今後は改善した方がいいかもしれませんね。このチャンネルでは、鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ!